どうもお疲れ様です。今回は暗号通貨投資が難しい理由を大きく3つに分けてお話ししようと思います。1つ目なんですけども、まずこれね、いつも私言いますけども、ボラテリティが高いですよね。暗号通貨ってのは株式や債券などの金融商品と比べて価格変動率、つまりボラ、 ボラティティが高いのが特徴なんですよ。そのために短期間で大幅な値上がりをして利益を得やすいんですけども、同時に大きな値下がりを起こして投資のタイミングを間違いやすいということになります。もう予測がしにくいんですよね。これが一番ですね。で、二つ目。やっぱりね、技術面での理解が難しいんですよ。暗号通貨ってのはブロックチェーンという技術を使ってますけども、このブロックチェーンという言葉は知っていても、 概念をしっかりと捉えてらっしゃる方っていうのはほとんどいないっていうのが現状です。で、このブロックチェーンが基盤になっている以上、技術面の理解がないと暗号通貨の価値や将来性を判断することが難しいので、人の話とかプロジェクトっていうのに振り回されちゃうんですよね。だから ICO で多くの人がお金を失いましたけども、そもそも暗号通貨とかブロックチェーンの仕組みを分かってない人が、分かった風に説明されると、その気になっちゃうんですよね。 だから多くの方が資金を失うってことになりました。はい。そして三つ目なんですけども、情報の入手が難しいっていうところもありますよね。で、暗号通貨ってのは、まだ発展途上の市場です。まだですよ。2023年でも。で、情報の入手が非常に難しいんですよね。専門誌が出てもすぐに廃刊になるでしょう。つまり、情報が限られているんですよ。特に日本語の情報ってのは非常に少ないです。 だから私たち暗号通貨で投資する専門家は、英語での情報収集が9割ですね。だから日本語での情報収集をしている以上、騙されやすいんですよ。ね。英語の情報を日本語訳しましたって言って、全然関係ない日本語の羅列でも、多くの人は原文の英語を確かめることなく信じちゃうでしょ。だから基本的には自動翻訳ソフトで英語の原文を読むというふうなことを繰り返した方がいいということになります。 はい。で、さらにね、いくつか情報を投げておきますんで、これをまとめにさせていただきます。ビットコインの価格は2022年11月8日には6900ドル、つまり800万円を超える史上最高値を記録しました。これ記憶にある方もいると思います。で、翌月にはなんと350万円と半分以下になったんですよ。短期間で大幅な値動きを見せたでしょこれも忘れちゃいけないことですよね。二つ目。 暗号通貨ブロックチェーン技術に基づいて設計されているために仕組みや特徴を理解しないと投資の判断を誤る可能性があり多くの方が間違っています。私もあまり自信がありませんので人にはお勧めしません。三つ目、暗号通貨に関する情報は海外のウェブサイトや SNS を中心に発信されています。そのために英語での情報収集が必要になる場合が多いです。というよりも日本人の皆様、 日本語で情報収集している以上、暗号通貨で勝つことはできません。以上、暗号通貨の投資は大きな利益を得られる可能性がある一方で大きな損失をこむるリスクも高いというギャンブル性の高い投機商品です。そのため投資を行う際には、今お話したようなリスクを十分に理解した上で余剰資金で行ってください。ね。 余剰資金ってのは10秒後に亡くなっても全く困らないお金のことです。だからほとんどの方が何十万何百万っていう余剰資金はないはずですから、そういうお金を投資しようと思った瞬間にもう間違った情報を掴んでると思った方がいいですね。はい、それでは今回は以上です。